ソシエダで苦境続くサディク、とうとう放出めどが立った模様。ヘタフェ CF がレアルソシエダのウマルサディクの獲得に興味を示しているようだ。スペインメディアフィッチャーズネットが現地時間18日に報じている。サディクは2028年6月30日まで契約を残しているが、退団の可能性が浮上している。同メディアは、ヘタフェのホセ・ボルダラス監督はさらなる攻撃力を加えるため、サディクがヘタフェの激しいプレイスタイルに理想的にフィットすると考えていると伝え、ヘタフェの指揮官がサディクの獲得をクラブに要望していると報じた。サディクを欲しがるチームがいることに驚きだよ。本当の話なら速攻で売るべし。アルメニア時代のプレイ見てもドリブルとか足についてない。フィットとか覚醒するのとか待たない方がいいと思うよ。これは、朗報以外の何物でもない。一刻も早くリリースするのだ。買いチームがいいんじゃないかな。規格外なプレイでシーズン60ゴール決めて残留導くような。上位陣だとチャンスで外しまくったり戦術に合わなかったりが目立ってしょうがない。あのサディクを欲しがるチームがいるとは、まだ需要があるうちに早く売った方が良い。支払った大金を少しでも回収したいね。サディクはもうソシエダでお笑い枠みたいな扱い受けてるから、よそに行った方がお互いのためでしょうな。当初は面白いと思ったけど、ここまでフィットしないのはしんどいね。フィジカルなヘタフェの方なら合いやすいから、サディクにしてもくすぶるよりいいんじゃないかな。売れるなら売った方がサディク、ソシエダ、ヘタフェにとっていいと思う。テクニカルなソシエダのチームには合わないし、フィジカルゴリゴリのヘタフェには合うと思う。サディクに久保のアシストポイントどれだけ吸われたか。